各地で猛烈な暑さが続いていますけれども、今日は熱中症への対策についてお伝えしていきます。夏休み中、親子連れらでにぎわうテーマパークでは期間限定の対策が登場。また屋外プールではマニュアルをもとに運営が行われています。丸亀市のレオマリゾートです。昨日も開園直後から多くの人でにぎわっていました。来園者が口にしたのが、めちゃ暑いです。対策で涼しいです。氷のちょっと冷やせるかなと。子供おったら大変ですね。お家でクーラー、水分いっぱい持ってきて、あと首につけるやつ、冷たいやつつけてます。レオマリゾートに近い綾川町の滝の宮では、昨日も最高気温が 36.2 度と6日連続の猛暑日。屋外アトラクションが多いパークゾーンには危険な暑さに対応するため、期間限定の新たなアトラクションが登場しました。それがこちらのウォータースライダーです。高さ10メートルのところから滑り降りるものなんです。かなり気温も高くなりますので、水のあるスライダーを使っていただいて、設置させていただいて、涼しく過ごしていただければなと思います。このスライダーの導入で体感温度が数度ほど変わるのではないかということです。レジャープール施設レオマウォーターランドとは別で、水着を持参すれば追加料金なしで、パークエリアの入園料のみで楽しむことができます。濡れたまんま円も回れるから涼しいし、はい、熱中症対策にはいいと思います。めっちゃ暑いけど、もう濡れたからもう全然暑くない。一方、水分補給としっかり休んで熱中症対策よろしくお願いします。夏休み期間中、小学校に通う児童などがプールを使えるようにするプール開放。今月25日、高松市の太田小学校のプールにはおよそ40人が訪れていました。太田小学校のプール開放は PTA が主体となって初めて行われました。プールサイドには保護者が立って子どもたちに異変がないかを監視しています。子どもたちの安全を確保するため、 PTA は実施マニュアルを作りました。ちょっと休憩するよ、休憩。マニュアルでは30分ごとに5分間の休憩を取ることを定め、保護者が児童の顔色を見たり、水分補給するよう声をかけたりしていました。影に入ってもらって、ちょっと休憩っていうのを取らせていただいてます。まあ、心配だっていう声もあって、中止の規定っていうのを一応作らせてもらって、あまりにも暑くなったらちょっともうすみませんけど中止でっていう形で。中止の基準は気温が35度を超えた時、暑さ指数が31以上、水温と気温を足して65度以上の時としています。水の中だとか多分子どもたちの体感としても涼しさあるので、ルールを徹底して守ってやっていけたらとは思っています。はい、プールは冷たい水に浸かっているので熱中症になりにくいと思ってしまいますが、実はプールでも熱中症に注意が必要なんです。なぜなのか、その理由を香川県立中央病院救命救急センターの佐々木センター長に聞きました。まず、冷たい水の中では暑さを感じにくいということなんです。またプールの水の中では水分を取れないために、脱水症状に知らない間になってしまうということです。また、通常ですと汗の水分が蒸発するときに熱が奪われる、この気化熱によって体温を下げているんですけれども、水の中ではその気化熱が作用せず、汗をかいても体温が下がりにくいということなんです。さらに屋外のプールでは頭に直射日光が当たり続けます。こうした理由からプールも危険だということなんです。
そして佐々木センター長は、特に子どもは大人よりも熱中症になりやすいと指摘しています。子どもさんの年齢にももちろんよると思うんですけど、やはり症状に気づきにくいとか、うまくこう大人にこう伝えられない、体がだるいとか、なんかめまいがするとか、知らず知らずに進行してるっていうことがあるんじゃないかなというふうに思う。また子どもは体温を調整する能力が未発達なため、注意が必要だといいます。分かりにくい子どもの熱中症、大人はどんな状況で危険を感じればよいのでしょうか。水の中にいるのにすごく汗をすごく顔にかいてるとか、意識がぼーっとするといいますか、朦朧としているとか、涼しくて風通しのいいところに連れて行って、やはり冷たいもので首だとか脇の下とか冷やしてあげて、経口補水液だとか、そういったものを、まあ、冷たいものをですね、飲ませてあげると。佐々木センター長は、水分を取れないぐらいぐったりしている場合は病院に連れて行くか、すぐに救急車を呼んでほしいとしています。こまめに休憩を取るなどして、喉が渇いたなと思う前に水分を取るなど、ぜひ皆さんプールを楽しんでください。